はい、皆さんこんばんは、さとみです。可能性実況のおまけ動画になります。ここがですね、おまけということで、裏話とかがいろいろ聞けるステージでございまして、実はこれですね、なんかいろんな人からここにいるキャラクターとかから話が聞けるんですけど、実はもうなんか全部私今聞いたんですよ、各キャラに何を言ってるかっていうので、ちょっとネタバレ的要素があるような感じがするところは、ここの動画には収録しないようにしたいと思います。はい、ということで、まあ裏話的要素って言っても私が勝手に決めてるだけなんで、言ってもいいのかなとは思うんですが、あと長いところとかちょっとカットします。はい、ということで早速お待たせいたしました、話を聞いていきたいと思います。はい、この人、俺の名前って部下、下部。そういや、これずっとモチベって言ってたんですけど、モノベじゃないかっていうコメントをいただきましてありがとうございます。モノベって名字なかった？じゃあそれでいいや。で、決まったらしいですよ、と。ひどくないですか？はい、こういう裏話があるわけで、おまけですね、本当に。あ、すいません。実はですね、結構、風邪気味なんですよ、私。ね、もうみんな気をつけてくださいよ。なんか、あったかかったり寒かったりして、よく体調崩すんですけど。風邪ひき始めです。はい。どうでもいいね。例のトリック、現実的にはいろいろと無理があるような。だからこそプレイヤーに推理させる形式を取らなかったんだが、トリックを見るか。で、はいを押してしまうと、結構長いトリックがまた、リピートというか再生されてしまうのでやめます。はい。この人。この人がですね、常盤さんで、なんか、それぞれのですね、それぞれがどうして、交通ルール無視とか隼人君だったら、なんか、あと器物破損ですね、綾乃さんだったら。そういう要素があったんですけど、その説明をしてます。はい。この人何だったか忘れちゃったので、ちょっと話しかけてみます。あ、あれだ。加納さんですね。おまけと言いながらも文章ばっかり。もっと気の利いたおまけを作れないものかね。エンディングの長さに、たたたたたたた。というか作者、おまけに時間を費やしすぎだろ。ってことで。まあそうなんですよね。結構ね、文章がいっぱいあって、読むのが大変だったりします。はい。で、物部さん、この人誰だっけ？あ、久しぶりすぎて名前出てこない。なんだっけ？刑事。物部さんとこの警察。ごめんなさい。で、この人が常盤さんで、器物破損、信号無視、あとなんか、虫が飛んでたんですけど、ゴキブリみたいなやつね。あれはなんか、女子高生が、いやー虫だ、超キモーイとか言ってたのが原因で突き足したんですとか、そういう話を言ってました。で、これが、加納誠二さん。加納さんは、なんだっけ、おまけに費やしすぎだろうと。で、これ、影ですね。はい、影のお化け。あなたが戦ったのは、ほとんどが常盤の悪に対する憎しみが具現化したものだけど、例外もある。私は綾乃の自責の念が具現化したもの。舌は、カナの生きることに対する疑問が具現化したもの。負の感情によって作られた世界では、こういうことも起こるんだよ。はい。これなんだっけ？ゼツってこれですよね？かなちゃんのお化け。なんか、こんな怖い感じなのに、だよとか言ってるのかわいい。はい。作者ゲシュタルト崩壊使いすぎ、ケケ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 ケですね。はい。私がよくゲシュタルト崩壊いいとか言ってましたね。この人なんだっけ？テケテケの死に損ないじゃない。テケテケの死に損ないだ。じゃなくない。怖かったか？
ホラー好きを満足させられるレベルではない気がする。これもひとえに作者の演出が下手だからだな。かといってホラーダメな人でもできるゲームではないし、中途半端だな。いえいえ、そんなことないです。結構楽しかったですね。ホラーがどうのこうのというよりは、内容が結構考えさせられるものが多くて、結構あれですね、なんか内容が濃いゲームだったんで、そこまで怖さとか重視でプレイしてなかったですね。うわっ、これね、パリコレの人。なんかネーミングセンスなさすぎみたいなことを、どこだったかな、ツイッターだかなんだかでもらったんですけど、まあそうだよね。でもわかるでしょ、言いたいこと。カナのカバンの中に MD プレイが入っているですね。これはなんかいろんな BGM があるんですよ、これ。あ、ついちゃった。れ、ついちゃった。待って待って待って、なんかいろんなゲームのね 待って、何したいんだ。これこんな感じで効果音とか聞けるんですよね。あー、フラグ。 ああ、やだやだやだ、これやだこれやだ。はい、ということで、ああ、うるさいです。よし、はい、こんな感じでいろんな音が詰まってます。で、ここはですね、綾乃さん、かなちゃん、隼人くん、あみさんなんですけど、で、真ん中のが作者のヤクトさんなんですが、ここはですね、自分たちの裏技というか特殊効果とかが、結構公表されているので、攻略になってしまうかなみたいな感じがするので、話しかけないようにしますが、なんか、自分のその起こる罠がどうのこうのとか、その回数がこういうのがあって、結構頻繁にあるとかないとか、そういう話なんで、攻略につながってしまうと思うので、ここは話しかけずに。で、最後までプレイしていただいてありがとうございましたって、この隼人くんが敬語で言ってくれて、もうびっくりしちゃいました。みんな、ありがとうございましたって言ってくれました。いえいえ、こちらこそという感じで。で、この人は作者のヤクトさんで、ここの文章はかなり痛いので読まない方が無難ですと。で、私読んだんですけど、結構長くてですね、あと、痛いかはどうかはわからないんですが、作者の考え的なことで、あるので、ことが書かれていました。で、読まない方が無難ってことなんで、まあ、ここはやめときます。はい。もし気になる方がいらっしゃいましたら、多分ね、他の方も結構実況していらっしゃいますので、そちらのおまけというか、なんだろう、この話が載ってる動画を探していただければと思います。すいません。はい、この人。エンディング一覧、もう一度やる。かけらの話、あんた誰？まずあんた誰ですよね。唯一動きのあるエキストラ。後ろから、違う、後ろじゃねえよ。後からだ。後から追加した例だけど、こっちの方が主人公っぽくなった。でも気にしない。いえいえ、誠くん主人公で、ほら。ほらね。ふふ、ほらね、とか言って。で、エンディング一覧は、自分が今までクリアしたデスエンドと、あと、なんだっけ。グッドエンドかな？デスエンドだっけ？うん、デスエンドとグッドエンドしかないよっていうお知らせで、もう一度やるはやっぱりタイトルに戻って最初からになってしまいます。で、かけらの話はちょっと聞いておきましょう。と、かけらは赤、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫、白、黒、茶の10種類があります。一応言っておくと、黒が綾乃、白がカナ、茶が亜美の記憶、残りが常磐の記憶ですと。はい。まあそう考えてみると結構辻褄が合うというか、わかりますよね。で、これが、なんだろう、テケテケの死に損ないをもっとぐちゃぐちゃにしたやつ。少し話がずれるけど、無駄遣いってよくないぞ。何億年もかけて作られてきた化石燃料がほんの数百年で使い切られそうだし、石油がなけりゃ何もできない世の中だ。水道も乗り物も電気もプラスチックも、ありきたりな言葉だが、一人一人の小さな努力の積み重ねが大きな力になる。それを考えると悪を排除するという常磐の行動もあながち間違ってはいない。
ね、実はいいこと言ってるんですよね。びっくりしちゃいますね。まあ、これもちょっと裏話的な話なんですが、こいつ、ここのじゃないけど、トイレから出てきたんじゃないですか。それはなんか、扉を開けると死体がっていうのがやってみたかったらしいです。はい。人間って簡単に死ぬんだぜ。気をつけな。現実とゲームは違う。死んだらそれで終わりだ。取り返しはつかない。だからこそ大事なんだけどな、命ってのは。この荷物、憎き憎き荷物、なんてキザなことを言う。かっこいい話。かっこいい話し方。ね。そんなやつだとは思わなかったよ。さて、車掌さんですね、これは。見た目で人を判断してはいけない。私はそういう存在なのではないのかな？体張ってそういうことを訴えたんだね。素敵。私はね、そんな車掌さんの、なんだろう、優しさ気づいてるよ。ちゃんと治療してくれるっていう優しさ。はい。ここは作者の打ったドット絵展示、て、え、ドット絵展示室になってるな。前作でも少し手をつけているが、一から、しかもこんなにたくさんは初めての経験だ。でもやっている人にとっては当たり前なんだよな。制作時間の半分をグラフィックに費やしたと言っても過言ではないので見ていってほしいんだろうよ。なのに、様子がおかしい。おや、常盤の様子が。私だけ、違う、なんで私だけ RTP？ 他にいいのがなかったからと言っているが、要するに手抜きじゃないのか、これ。もっと素材サイト回れよ。というのが私の公開当初のセリフだったわけだが、バージョン1.20にしてついに脱 RTP を果たした。すごいラスボスっぽいんじゃないか。でもあまり化け物っぽくはないなぁと思ったり。そうですよね。私人間だと思って、この人、いや違う、この化け物って何回も何回も訂正して言った記憶があります。というか、後ろ髪とか塗り方がひどい。下手くそめ。ボロボロ言われてますけど、ヤクトさん。でもね、この常盤さん、きっと RTP ってなんか、あれですよね、デジタルで塗るときの色彩的なやつじゃなかったかなと思いますけど。結構好きですよ、このラスボス。かっこいい。強いというかタフでびっくりしたけど。で、これですね。なんだっけ。この人じゃない。このポスターね。優先席付近ではなんとかってヒントが書いてあったやつですね。ここは死体置き場だよ。死体を出す。はい、いいえ。見たいです、死体。ですよね。皆さん見たいですよね。だと思います。で、実はですね、ここ死体を出すって言われて、これまだ私見てないんですよね。どうなのかな。見たい。だよね。見たい。私も。え？やーい！怖いね、怖いね、ヒヒ。死体、あ、そういうことか。死体を出すってどういうことかと思いきや。うわー。いろんな死に方があるんですね、いっぱい。いけないのか、向こうには。うわー、血とか滴ってる。うわ！デスエンドさんの状況。いや、見ない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 。おー、デスエンドに？うわ、見ない、見ない、見ない。うわ、これひどいな。何これ、もう怖い。おー。あー、もうこれ嫌だったなー、すごく。てか、むしろこっちも超嫌だったけど。お！本編で俺を倒すとチャの記憶が手に入るぞ。それと実はあのアイテムが俺と戦闘中には使える。これはなんか言ってたな、誰かが。あれ使えるんじゃないですかって。お、もういい？死体はもうないのかな？怖い。ここは死体置き場だよ、ヒヒ。死体を隠す。あ、いやいやいや、このままで十分です。はい。こんなもんかな、おまけとしては。そうですよね、こんなもんですね。こんな感じで、おまけはすべて終わります。おまけはすべて終わります？はい。おまけ動画はこれで終了したいと思います。なんか、人ラジとかいう動画で、皆さんにですね、
この可能性が終わったら何をやってほしいかっていうアンケートを行ってまして、もしそっちを見てない方、この動画のコメントにでも書いていただけたら嬉しいんですけれども、今ですね、リクエストというか、やってほしいっていうのを順に、多かった順にやってるんですけど、その中でも同じ票数というかリクエスト数があったゲームが3つありまして、まず、皆さんがご存知の方、皆さんご存知ですね、きっとそうだと思うな、一番有名というか、青鬼ですね。はい。それと、救ってという、こっちも有名なのかな、わかんないけど、ゲーム。あと、ミサオっていうゲームですね。が3つ出てます。で、ミサオと救っては、私はですね、知らなかったんですけど、青鬼は知ってました。そういうホラーゲームがあるってこと。で、青鬼はですね、4年前に一度やったことがあって、初見じゃなくなっちゃうからつまんないかなって思ったんですけど、まあ4年も経ってれば、そのバージョンも結構更新されてて、ほぼ初見という感じで、プレイできるので、いいんじゃないかなって思います。で、救っても、そういう、青鬼みたいに何かから逃げる的動画じゃない、逃げる的ゲームなんですけど、なんか結構怖いらしく、こっちは全く初見でどういう内容なのかっていうのもちょっとわかんないんですけど、結構怖くて、なんか頭使う要素も多いみたいですね。はい。だから結構推理とホラーみたいな感じでいいのかなって思ってます。で、最後のミサオなんですけど、こっちは何かから逃げる的要素もあるけど、どちらかというと謎解き要素が多い的な感じですね。で、これも全くやったことないし、見たことないし、初見で、どうなのかなってちょっと気になって、いいなと思ってます。なので、皆さんからこの3つを、の中から1個選んでもらって、その中からまた、第5弾、6弾かな？ホラーゲー実況第6弾やっていきたいと思います。ということで、コメントでも何でもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、独り言しながらプレイ、ホラーゲーム実況第5弾、可能性はこれで完結になります。はい、今までたくさんのコメント、評価、ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。とみでした。